ると能力値が5ポイント熱く戦おうぜ。生きている限りこの上なく熱く、だってそうだろう。ここで諦めたら何もかも終わりなんだ。いつまでも下を向いてるわけにはいかないんだよ。強くなれるのならこの負けられない。諦めちゃダメだ。最後のチャンスだ。俺の判断にかかっている。負けられない。狼虐殺者か。いいな、意外と楽に帰還石が手に入ったな。帰ろっかな。でもこんなに強くなれるチャンスはもう。帰還石を使うとこのダンジョンはどうであれ俺は得体の知れ。もしかしてあの下にいるやつなのか。直感でわかる。あの下にいるのは怪物、しかも相当強い。俺だってやればできるんだ。いつもの駅の面影ゼロだ。ダンジョンのボス、鱗で覆われていてこの探検じゃ歯が立たない。あの分厚い鱗をどうすれば。俺の判断にかかっている。だから強くなるんだ。そのためにここまで来たんだろう。いけるぞ。諦めちゃダメだ。最後のチャンスだ。諦めちゃダメだ。俺の判断にかかっている。今がチャンスだ。やっぱそれでも俺少しは強くなったみたいだな。俺だってやればできるんだ。はじめまして、新入社員の川上真由です。ハンターの皆さんに新しくできたプロ。初めて聞きました。どういうプログラムなんですか？このプログラムを使用すると攻撃隊員を募集したり手軽に装備の確認をすることができるんです。気になりますよね。よかったら見ていきませんか？よし、それ。私と組まないか？
さんの携帯電話にもインストール。もしバグや改善点があったら私にこっそり教え。あ、そうだ、公式ハンターコミュニティでは個人情報保護のためにニックネームを使うようにしてるんです。やめちゃダメだ。他のハンターに気づかれちゃまずい。今はこのくらいにしておこう。最後のチャンスだ。俺の判断にかかっている。燃えてしまい。よし、俺もやってやるぞ。いけるぞ。諦めちゃダメだ。よし、奴の防御さえ無力化できた。勝てる。岩を突き破る強力な一撃を加えるんだ。いけるぞ。そうだ、よし、いけるぞ。俺の判断にかかっている。
なんだ。俺の判断にかかっている。諦めちゃダメだ。